スタバンゲル大聖堂は、ノルウェー南西部、ローガーラン県の港湾都市、スタバンゲルにある大聖堂である。スタバンゲル大聖堂、スタバンガー大聖堂とも表記される。説教団、スタバンゲル大聖堂は、イギリス、ウィンチェスターの司教であったレーナルドによって創設されたもので、ノルウェーで最も長い歴史を持つ。創建当時、スタバンゲルの町の規模は、非常に小さかったが、 以降、大聖堂を中心として、市街地が発展してきた。守護聖人は、千とすびつんである。建築様式は、アングロ・ノルマン様式である。建築資材としては、石が用いられている。道内には、およそ800人を収容することができる。ステンドグラス大聖堂の建築工事は、1100年頃に、開始され、1125年頃に完成した。 1272年に発生した火災によって、教会道は被害を受けた。1300年代に、内人が、ゴシック様式に改築された。1658年、スコットランド人の職人、アンドリュー・スミスによって制作された、説教団が設置される。1957年、新約聖書のシーンが描かれた、ステンドグラスが、ガラスデザイナーのビクトル・スパンレによって制作された。 スタバンゲル中央駅から徒歩で北へおよそ5分ほど行ったところにある。大聖堂の建物はブライア湖のほとりにある丘の上に建てられている。北側にはスタバンゲル海洋博物館やノルウェー石油博物館などがある。ありがとうございます。